モルワーマリは倫理的なセキュリティ研究ワークグループとして知られる非営利組織であり2012年8月より活動を開始した。モルワーマリは特定非営利活動法人でありインターネット上のマルウェアの感染拡大を抑止するためのワークフローを確立しようとして結集された IT 専門家及びセキュリティ研究者による情報発信の媒体である。 当組織は自ら運営するマルウェア解析のブログでその名を知られ、ブログにはこれまで対応してきたリナックス向けマルウェアの調査やボットネットの解析に関するリストが掲載されている。また当組織のスタッフは主にマルウェアに関する情報を発信し、リナックス向けマルウェアの検出技術をさらに向上するよう提言している。モルワーマディは新たに出現したマルウェアや ボットネットに対する独自の解析、警察機構やセキュリティ業界への検出したマルウェアに関するソースコードの共有、不正な攻撃基盤の除去にかかる作業、特定のマルウェアの感染方法に関する専門的な分析、ツールキットが引き起こすサイバー犯罪に関する報告といった取り組みでも知られる。モルワーマディのスタッフによって初めて発見。 発表された特筆すべきインターネット脅威には、プリズンロッカー、メーヘム、ケリオスバージョンに続くべム、ダークリーチボットネットの解析、キンス、クッキーボム、ミライルアボットナイアドロップ、ニューエイドラあるいはアイルシテルネットトーラスライテドラ、プキャン、STD ボット回転ボットネット、チノス、エクスアディードスイープテーブルスダドストフ、デズダウンロダーなどがある。組織のスタッフは、例えば、 アドビフラッシュの区分 -2013 から0634のようにクライアントを標的として脅威をもたらす脆弱性の解析や2014年にはアドビ社の別の脆弱性の解析にも参画したことからアドビ社よりインディペンデントセキュリティリーサーチャースの部門で社辞を受けている。また、当組織のスタッフによって調査された別の脆弱性は あるブランドのアンドロイド携帯にバックドアが仕掛けられ、後に20億台の機器で感染が確認されたが、この問題に関する概念実証コードは、スタッフのリバースエンジニアリングによって作成された。ありがとうございます。